ふ茶料理の冷ふ茶料理は、江戸時代初期に中国から日本へもたらされた精進料理。くずと植物油を多く使った濃厚な味、タクを囲み大皿に乗った料理を各人が取り分けるのが特徴である。代表的なふ茶料理にごま豆腐がある。ふ茶料理賞に、掲載の配膳方法の説明図江戸時代初期の1654年、中国の前奏人間流起が来日。 1661年には山城国寺に満腹寺を開き、禅宗の一つである大爆宗の開祖となった。因元は中国式の禅文化を日本に伝えるとともに、因元豆、孟宗竹、スイカ、レンコンなど様々な品を日本へもたらした。その時一緒に伝わった当時の砂がふ茶料理である。ふ茶とは甘ねく囚人に茶を施すや、さ礼におく、 不茶からという意味とされ、茶による接待のことである。法要や仏事の終了後に、僧侶や段家が一堂に会し、備えられた季節の野菜や乾物や豆、特に大豆を調理し、幼鳥男女の別なく、食卓を囲み煎茶や抹茶などと楽しむ食事。以上のことから、大爆料理とも言われる。基本的に一つの長方形の座卓を四人で囲み、一品、 ずつの大皿料理を分け合って食べるという様式が非常に珍しがられた。金君食の精進料理であり、薬膳に通じる異色道源の料理でもある。料理においても中国風のものが多く、検知、油薬も変、犠牲料理などがある。炒めや揚げといった中国風の調理技術にはごま油が用いられ、日本では未発達であった油尻用を広めた。こうした フチャ料理は異国情緒を味わうものとして、大爆州の寺院ばかりでなく、料理屋や文化人など、民間でも広くたしなまれた。特に民間で行われた、フチャ料理は長崎の湿北料理とも影響し合い、テーブルクロスや貴重なガラス製のワイングラスや、水差し、洋食器が用いられることもしばしばあった。1772年には、 フチャ料理賞という専門の料理書も表された。料理は次第変化していき、見た目が鮮やかな独特のものとなっている。大漠州の海藻、人間隆起ゆかりの京都風寺市の満腹寺などの大漠系寺院やその周辺で供されるほか、幸福寺がある、長崎市には、フチャ料理が食べられる寺院がある。また、フチャ料理専門の飲食店が、神戸市や東京都などにもある。 比較対象となりやすい、湿北料理が現在は長崎県の郷土料理に泊まるのに対し、ふ茶料理は各地の大漠州の寺院を中心に沖縄や北海道を除く全国に普及しているのが特徴である。ホームページ右上の画像は京都府宇治市の白雲庵のふ茶料理である。白雲庵は元大漠山満腹寺の達中であった。画像中央の大皿は竹の子港。タケノコ香 その左は、かっイカと系周りに、行動、な、東、油、雲辺。手前には、清し知る、霊飯、おくされ。ありがとうございます。